ああ、ちょうどよかったです。八神さん、待ちきれなかったもので。さあ、間宮ユイの家にはタクシーで行きましょう。さあ、間宮ユイの家に行きましょう。相手は痴漢の被害者です。我々加害者の弁護人にいい顔をしてはくれません。真っ当にアポを入れれば断られると判断しました。だからアポなしで来たと。かえって相手を刺激しなきゃいいけど。今回は出たとこ勝負です。やむを得ません。さてどうなるかな。はい、源田法律事務所の白崎です。江原昭弘さんの弁護人をしておりました。法廷で間宮さんに質問もさせていただいたかと思います。急に何のご用です？こんなの困るじゃないですか。何の連絡もなしに。どうしても直接間宮さんにお話を伺いたいことがありまして。それで申し訳ないんですが、いても立ってもいられずに。どういうことです？もう裁判は終わったのに。これって別にお断りしても構わないんですよね？すみません、突然ご迷惑でしょうが、少しだけお時間いただけないでしょうか？お断りします。お引き取りください。あ、ちょっとすみません、白崎先生の助手で探偵の八神と言います。は？マミヤさん、いえ、ユイさん、とっても綺麗な声をしてるんだね。はい？うん、今のはい、もうすごくいい。もっと聞かせてもらえませんか？少しだけお話を、ね。あなた方にお会いする気はありません。お引き取りください。あの、さっきはすみません、ちょっとだけ聞いてください。俺たちは確かに間宮さんから見たら憎い痴漢を弁護する人間です。だからお気持ちはわかります。もう関わりたくないんですよね？ええ、そこまでご存知ならこれ以上言うことはないです。失礼します。いえいえ、ちょっと待った。失礼しないでください。あの、ご存知ですかね、実は今あの江原さんが人を殺したんじゃないかって動画がネットに出てるんです。ただその殺された方は例の痴漢事件があった日の朝、横浜で生存が確認されてます。つまりあの日、都内で痴漢をしてた江原さんに殺せるわけがないんです。あの、それが私とどういう関係があるんです？あなたが何も関係ないことを改めて確認するために俺らは来ました。それができたらもう二度とこちらにはお邪魔しません。10分だけお話を聞かせていただければ。でも。あ、ダメならいいんです。改めて出直します。俺ら下っ端なんで、次はちゃんと頭のいい責任者も連れてきますから。まあその時はいろいろ書類書いてもらったり、録音させてもらったり、形式ばっちゃうかもしれませんけど、ご了承ください。そんなの困りますよ。いえ、俺らが軽率だったんです。間宮さんのお気持ちも考えず簡単にお話を伺って終わりにしようなんて虫が良すぎました。やっぱり殺人事件のことなんで、ちゃんと人を揃えて手順を踏まないと。では改めてきちんとした形でお伺いさせていただくということでよろしいですか？
今話せば10分で済むんですね。ええ、できるだけ手短にやります。わかりました。少しお待ちください。すいません、助かります。さすがですね。でも今のやり取りを聞いてたら、なんだか八神さんの言葉が信用できなくなりました。そんな、良かれと思ってやったんじゃん。冗談です。おかげで助かりました。間宮さんと話せるのは多分これが最初で最後です。慎重に行きましょう。こんにちは。どうも。こんにちは。突然お邪魔して本当にすみません。もういいですから、どうぞ。バイバイ。失礼します。それで、私に聞きたいことって何です？痴漢の時のことはもう全部話しましたよ。ええ、ですがこれが最後だと思ってもう一度聞かせていただけませんか？もう判決まで出てるのに？そうですね、ご迷惑だとは思いますが。こんな面倒になるなら痴漢なんて捕まえなきゃよかった。いえ、とても立派だったと思います。痴漢に遭った時怖くて声を上げられなかったという女性は多いですから、彼女たちにとって勇気づけられる行動でした。でもあなたはその痴漢の弁護人なんですよね？そうでした。事件当日にあったことを順を追って聞かせてもらえますか？順を追っても何も、いつもと同じ通勤電車に乗ったら痴漢にお尻を触られた、それだけです。痴漢に会うまでは何もかも普段通りだったんですね。ええ。失礼ですが、今日旦那さんは？まだ仕事中です。普段もこの時間には帰ってきません。あの、子供にもご飯を食べさせないといけないので、あまり長くは。ええ、分かってます。それで2ヶ月前の事件当日、江原さんとは池袋から同じ電車に乗り合わせたんでしたね。その日までに江原さんの姿を見たことはありましたか？ありません。少なくとも記憶にはなかったです。この話だって何度もしました。私が言えるのは、
そちらの弁護士さんも全部ご存知のことばかりです。もう目新しい話なんて出てこないと思いますけど。矢上は並の探偵じゃありませんから、私や検察も見落とした情報を見つけられるかもしれませんね。今そう努力してるところです。防犯映像を見ると、電車に乗り込むとき間宮さんの後ろにぴったりと江原さんが張り付いているようでした。この時あなたは江原さんのことを意識してました？ええ、誰かがずっと体を押し付けてきてるような気はしてました。私から離れまいとするような感じで。でも気のせいかもしれなかったし、満員電車の中でどうすることもできませんでした。その状態のまま電車は動き出してしまった。はじめは手の甲が当たっているだけのように思ってたんです。でもそれがだんだん露骨にスカートの中にまで入ってきて、あの人は満員電車でたまたまそうなったとか言ってましたけど違います。絶対に意思を持って私のお尻を触ったりつまんだり。悔しかったですよね。わかります。私も以前痴漢を捕まえて駅員に突き出したことがあります。個人的な意見ですが、男というのはちょっとした機会ですぐ痴漢になり下がるんです。なんで俺の顔をじっと見ながら言うの？私はどんな人が触ってきているのかも見えずに怖くてどうしたらいいかわからなかったです。もし声を上げたりしてもとぼけられたら恥ずかしいし、だから次の駅に止まるまでどうすることもできなかった。ママどうしたの？大丈夫、なんでもない。もうすぐ終わるからね。お腹すいた？うん。そこで本読んでていいからもう少し待ってて。池袋から新宿駅までの6分間、間宮さんはずっとお尻を触られてたと。その間一度も痴漢の姿は見なかったんですか？ええ、怖かったし、それに振り返って手を引っ込められたら痴漢に逃げられると思ったんです。だから電車が新宿駅にもうすぐ止まるというタイミングでまずお尻を触ってた手を掴みました。痴漢の顔を見たのはその後です。電車のドアが開くとすぐに振りほどかれましたけど、間違いなくあの人が私のお尻を触ってたんです。顔もはっきり見ました。そして逃げ出したあの人を追いかけました。ええ、全て新宿駅の防犯映像に映っていました。人混みの中でよく追いかけられましたね。その間江原さんの背中を見失ったりはしなかったんですか？かぶっているキャップが目につきやすかったし、あんな風にホームを走る人は他にいませんから見失ったりはしませんでした。その時はもう怖さも忘れて、この人痴漢ですって。周りの人が取り押さえてくれてよかったですね。ええ、それにスマホで撮ってる人もいたのでもう逃がさずに済みそうだと思いました。心強かったです。なるほど、よくわかりました。でも今痴漢事件について俺たちの手元には一つだけ間宮さんの説明と矛盾する証拠があるんです。どういうことです？痴漢事件のあった10月7日の朝6時半、三越柴博という学生が横浜市内の自宅で母親から送り出されました。そして彼は自宅近くで拉致された後、異人町の廃ビルで殺害された。これってこの映像によると犯人は江原さんです。え？殺された三越柴は
江原さんにとって息子の仇でした。高校3年生だった一人息子をいじめて自殺に追いやった相手です。自分の手で殺さずにいられないほど憎かった。そんな。ところが問題はここからです。この殺人動画が事実を映しているとしたら、江原さんはあの日あなたに痴漢できません。被害者の死亡推定時刻から江原さんが東京に姿を見せるまでの時間はほとんどなく、まず移動が間に合わないんです。そして逆に江原さんが間違いなくあなたに痴漢をしていたなら、この殺人動画は捏造されたものということになります。私にそんなこと言われてもどう言っていいか。ですよね。だから俺らも困ってるんです。それで何かヒントをもらえないかとここまで押しかけてきました。そういうことだったんですね。今間宮さんのお話を聞く限り、江原さんが痴漢をしていた事実はひっくり返せませんでした。すると動画が捏造だったということになりますね。でもじゃあ誰が何のためにそんな動画を？わかりません。ここまでの捏造動画を作りには結構なお金がかかると思います。ハリウッドみたいな CG 合成なのか、最先端の AI なのか、とにかく安くは作れないでしょうね。そこまでしてなんで偽動画を作らなきゃいけなかったのか、それで誰がどんな得をするのか、お話を伺って推理を進める材料が揃ったんじゃないかと思います。ありがとうございました。そうですね。もうこれ以上お伺いすることはありません。突然押しかけて申し訳ありませんでした。それに嫌なことも思い出させてしまって。いえ、もうこれで全部済んだんでしたら結構です。これから間宮さんに聞いた話をみんなで検証したいです。八神さんも一緒にお願いできますか？そうだね。その前に海藤さんに一本電話入れとこうかな。わかりました。では先に行ってます。おお、海藤だ。こっちは今カムロ町に戻ったとこ。そっちはどう？変わりない？なんだ、別に大丈夫だぞ。もしかして RK のことで心配してんのか？背中から刺すのがいいみたいなこと言ってる連中だからさ。まあでも無事ならいいんだ。俺はもう少し源田事務所で沙織さんたちと話してから帰るよ。そうかい、好きにしな。俺はもう今日は上がりだ。了解。